皆さん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の14課60番目のビデオ、文法の5番目です。内容はですね、文法の何々にわたってです。皆さん、ずっと前にN3 の文法で、例えばね、天気予報で、例えば香港だったら、例えば香港アイランドね、香港島からニューテリトリーでね、に新海っていうね、ニューテリトリーに渡って、ここ全部ずっとという感じだよね。ずっと全部という言い方、香港島からニューテリトリーに渡って雨が降るでしょうとか、例えば私は、例えばね、2010年から2015年に渡って、これはいつからいつまでずっとですよね。2010年から2015年に渡ってずっと中国語を習っていましたとか、どこからどこまでずっとという意味で all the way とね、一度とかね、全面どうしゅうとか、場所や時間に使います。で、今回はからまでというよりは名詞、何かね、ここに距離や時間などのこう範囲、ファンウェイだよね。こう、テリトリーみたいなね。レンジかな。テリトリーって変だね。レンジ。どこからどこまでっていう感じのこの場所を言って、で、からまでじゃなくて、これ全部にわたってという言い方です。同じような意味の言葉、何々に足してとか、何々にかけてとか、何々に及んでとか、こういうのが同じような意味ですけどね。これをやっていきます。紹介が遅くなりました。使っている教科書はみんなの日本語の台湾バージョン中級3です。日本語バージョンと同じなんですけど、同じじゃない、日本語バージョンとデザインが違うんですけど、同じじゃない、反対、違うんですけど、これね、ダイガーでヤッポンユー、ダジャダルーユーね。この教科書の台湾バージョン中級3、日本語バージョンは中級の2になっています。同じ内容で14課なので、内容が同じ、デザインは違うんですけどね。で、教科書では、54ページですね。このページです。で、ここですね、ちょっと少ししかないんですけど、まずこれを読んでから、ホワイトボードで私のオリジナルの例も見ていきたいと思います。で、ね、やりますね。5番、1秒にも満たない動作の間に主人公の頭に浮かんだ光景が10分間にもわたって描かれる。これかなり難しい複雑な例文ですね。あまり気にしないでください。これ教科書の本文の内容そのまま書いてあります。まあ、簡単に言うと、この1秒でね、このこうパンっていうね、1秒の短い時間、実際にはとても短い時間なんだけれども、その短い時間をこうスローモーションでね、これね、あーなんか飛んでいくときとか、こうなんかスローモーションみたいにして、で、10分間で、ね、1秒の出来事が10分間の長い時間でずっとですよね、表現されているということが言いたいです。次いきます。手術、ね、手術は3時間にわたって行われた。3時間ずっと続けてですね。砂漠はシャーモーだよね。砂漠は東西450キロにわたって広がっている。田中先生、これクイズです。考えてみてください。田中先生は7年間にわたってこのテーマについて研究してきた。A、これ、ね、A ですか B ですかです。A、話している人は7年は長い期間だと思っている。B、話している人は7年はちょうどいい期間だと思っている。もう一回読みましょう。問題です。田中先生は7年間にわたってこのテーマについて研究してきた。 A、 話している人は7年は長い期間だと思っている。 B、 話している人は7年はちょうどいい期間だと思っている。答えは A です。どうしてかというとね、7年間にわたってずっと7年間長いでしょうという感じの表現になっています。では次いきます。これですね、5日間にわたって
展示会が行われたんですね。ちょうど私今週ね、あのワンチャイのコンベンションセンターであったあのエレクトロニクスショーに通訳としてあの仕事で行ってきたんですけど、あのエレクトロニクショーは4日間かな、多分ね、4日間にわたって行われましたですね。でこの渡るはね、あ、漢字これ渡るで、渡る、渡らない、渡った、渡らなかった、なので渡っては、てで動詞がさ、こう動詞、ね、続くときに前は手形ですよね。なので5日間にわたって、でここに行われたと動詞があるので前の動詞が手形になっている状態です。でもここの例のように、あの何々に渡る仕事、仕事を説明しているときにはもちろんこれ普通形ですよね。ね、うん、そうです。フォームはこれ渡っては手形です。手フォームね。ではね、続きいきます。と日本、もう一回すいません、日本全国に渡って、あ、すいません、これ同じ意味です。日本全国に渡っては、ね、同じ意味。北海道から沖縄に渡って同じ意味です。あ、例えばあのさっきの天気予報みたいね、あ、今日は、ね、今日はとても寒いですね。日本全国に渡って、ね、昨日より気温が下がるでしょうとか、例えばあとは、うん、この例えばこの教科、うん、教科書じゃない方がいいかな、例えばこのなんかこう商品ね、この商品、例えばこれ水です ね、 これね、ちょうど日本の水なの、このこれ何ですかね、どこの水だろう、あまり有名じゃない水あまり有名じゃないやつでした。これね、この水ですね、この水はね、もう日本全国にわたって販売、販売だっけ、こうセールね、あのこの水は日本全国にわたって販売されていますとか、例えば、うん、あ、知られているとか、 known だよね、のとても本当は有名じゃない水だと思います。多分雫、ウルワー雫っていうのかな、ね、この水はあの非常に有名な水ですから、日本全国にわたって知られていますとかですね。それから北海道から沖縄に渡っても同じような言い方ですけど、例えば、うん、そうですね、あ、今の10月ですね、10月ですから、あの秋になりました、ね、で北海道から沖縄に渡って、あの紅葉、ね、本家でね、こうメイプルトリーズ、なんか木の葉が赤とかオレンジになって綺麗ですよね。全国に渡って、北海道から沖縄に渡って紅葉が見られます。実際には沖縄はあの香港とか台湾と同じような感じで、紅葉はちょっと少ないですね。ずっと一年中緑の木が多いですからね。で次きます。彼は音楽、映画、芝居などいろいろな分野にわたる仕事をこなしているですね。これはと分野というのが音楽、映画、芝居などですよね。でと渡るというのはこう、まあ、クロスオーバーでね、音楽、映画、芝居、これ全部と言っていますよね。全部のフィールドね、分野に渡るね、オールオーバーでね、仕事をこなしている。仕事をこなすは聞いたことがありますか。こなしますはしますと同じ意味ですが、上手にする、たくさんするという意味です。例えばね、あの簡単な仕事をするときにはちょっと仕事をするですね。でも今日例えばこうレポートがたくさんありました、でたくさんレポートをこなしましたとか、あとは勉強でもいいですよね。例えばね、勉強で、ガイドブックじゃない、あのドリルね、練習のこう本ね、でこうもうね、今日はね、あ、例えば100ページこなしました、意味は100ページやりましたとか、あとは他にはそうですね、例えば、うん、これにちょっと似ているけれど、あ、私は例えばアルバイトを3つしています。例えばね、これは本当じゃないですけど、で3つの違うアルバイトを こなしている、これは3つの仕事全部よく働いています、たくさん働いていますという意味で使います。だからこなすというのは難しいことや大変なことをたくさんですね、マネージ、こう上手にやるとか、うまくやるとか、
たくさん働く、たくさんやるという意味で使う言葉ですね。運動でもいいですかね。例えば、私じゃなくて、じゃ友達、私の友達は、例えば、1日に、例えば20キロ、20キロみたいな、すごいね。毎日20キロマラソンを走っています。ここに20キロこなしていると言ってもいいです、ね。ではですね、今日はここまでにしましょうか。次、明日の文法は6番ですね。うちにをやりたいと思います。うちにというのは、こう、何々の間にと同じような意味なんですけれど、なんか少し使い方が特別なんだよね。例えば料理を出すときにね、レストランでは言わないと思うな。お家でお父さんやお母さんがこう料理をね作ってくれました。でなんかスープとかなんか天ぷらとか出てきたときに、冷めないうちに食べてねという言い方があるよね。で意味は熱い間に食べてください。冷めないうちに、冷める前にという意味ですよね。こういううちにという言葉のよく試験に出るとね、みんな間違う表現なので、明日は頑張ってこう練習問題もついているので、それもやっていきましょう。さあ皆さん、日本語の勉強どうですか？頑張ってますか？ね、秋になると、日本ではね、運動の秋、食欲の秋、スポーツの秋とか勉強の秋とか、こう涼しくなって、なんていうかな、多分気分が良くなるかな。で涼しくなってみんな元気になって、暑い時って、はあ、暑いな、汗もかいてて、はあ、もうなんか疲れやすいし、ね、ご飯も食べたくないし、スポーツするのは暑くて大変だし、で勉強もなんか教科書見ててもなんか集中できないとか。でも秋になって天気が良くなって乾燥してきて、ね、気持ちが良くなってくると、何でもモチベーションだね、やる気、モチベーションね、やる気が出てきて、いろんなことを頑張ることができると日本人は考えています。皆さんよかったらね、頑張って勉強の秋楽しんでみてください。もし本当にやる気が出てきて一生懸命やろうと思ったら、今日のビデオね、見てくれてありがとうございます。で今日のビデオだけじゃなくて、例えば3ヶ月前とか6ヶ月前とか1年前2年前とかのね、古いビデオなんかもね、ずっとだいたい2年ぐらい前に中級を取り始めたので、中級のビデオね、第1課から第1、今14課ですけど、第1課から全部じゃなくていいですね。例えば文法だけとか単語だけとか何か決めて復習してみてください。きっと役に立つと思います。じゃあ皆さん、ここまで見てくれてありがとうございました。また明日一緒に勉強しましょう。ちなみに、明日はうちに、その次はにとってをやりたいと思います。じゃあまた明日ね。バイバイ。お疲れ様。